てなわけでウェピーでございます。今日はビザ申請のサポートということでやっております。オーストラリア国内にいる人で、これから、セカンドビザを申請する、もしくはワーホリが終わって、学生ビザに切り替えをしたい、なんかいう人たちは、お手伝いしてますので、今日はそれをやっていくというような形ですね。お金を支払ったら出費 OK と。491もかかんの。491ドル？手数料も。あ、手数料がね。結構手数料かかったね。485じゃなかったっけ？ビザ。$6.40。あ、サブミット。いけ。これ何？グランテッドじゃないの？お。え、グランテッドですね。そんな一瞬。通りました。10秒ぐらいでビザ取れて。ビザが通りました。素晴らしい、よかったね。そんなことある？まあ、このような形でね、ウェピーがビザの申請もお手伝いいたしますので、ぜひ皆さん、ぜひ皆さんなんて言われたのかよくわからんけど、まあ、もしちょっと変だけど、まあ、そういうね、のが必要な方はお問い合わせください。じゃあ、